この海は見覚えがあります。霧の嵐で過去に来た人たちはみんな幼い自分に会ってるんですよね。でしたら、そうですね、この辺りに。あ、お姉さん、ごめんなさい。妹を探してるんですが、私と同じ顔の女の子見ませんでしたか？いえ、見ていませんが。はぐれたんですか？はい、そのちょっと見ない隙に、遊びに来たらいつもどこかに行っちゃうんです。勝手にいなくなったらお父さんに怒られちゃうのに。お父さんは厳しい人なのですか？優しいですよ。私たちのこともいつも心配してくれるんです。でもノエルはお勉強より走ったりする方が好きだから。そうでしょうね。あ、いえ、何でもありません。そうですね、なら私たちも妹さんを探すのを手伝いましょう。それなら早く見つかるでしょう。どこまで行ったのかしら。子供の足です。そこまで遠くには行ってないでしょう。妹さんとは仲がいいのですか？はい、私たち双子なんです。私がお勉強を教えて、ノエルに遊び方を教えてもらってます。ノエルは私の知らないことをたくさん知ってるんですよ。いつも一緒にいるのにどこで覚えてくるのか全然わからなくて、だから変わりっこするときはとっても難しいんです。あ、どうしました？私ばっかり喋っちゃって。変わりっこのこと秘密にしててください。お父さんたちには内緒なんです。子供にも秘密はあります。仲がいいのならよかった。はい、私ノエルのことが大好きなんです。あ、いけない、早く探さなきゃ。あの子まだ魔法使いでもない頃の私、何のわだかまりもなかった頃の私です。私たちがその後どうなったかあなたは知ってるでしょう。もし今ここで私が未来のことを教えたら、私たちの裏世界の私たちの悲劇は避けられるのでしょうか？いえ、追いかけましょう。先にあの子のことですよね。